皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは、数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。今回の動画では、未解率面定式の反応実数の特徴をお話しします。私はこのことを1997年初頭に出版した説著に記していますが、ほとんどの人が知らないと思います。一式は未解率面定式です。本式では基質濃度 S が未解率乗数 Km よりも十分に小さいとき、2式のように近似できます。逆に S が Km よりも十分に大きいとき、3式のように近似できます。反応実数とは反応物濃度にかかる指数のことでしたね。これにより未解率面定式では反応実数は2式において1次、3式において0次になることが分かります。3式では S は式の中にはありませんが、 S の0乗となっており、これにより0次の意味が分かりにくくなっています。これらの関係を図で見てみましょう。この図は縦軸に反応速度 V を、横軸に基質濃度 S を取り、未解率面定式が与える V と S の関係を示したものです。この図から S が Km より十分に小さい時、 V は S の1次、すなわち直線で増加し、一方 S が Km より十分に大きい時、 V は S の0次、すなわち S に関係なく一定値 Vm を取ることが分かります。それでは質問です。S がこれらの間の値を取るとき、反応実数は何次になるでしょうか。私は学生の頃、この疑問を持ち、次のように答えを出しました。まず、反応実数の求め方を考えなければなりません。反応速度 V が S の N 乗に比例するとき、その式は4式のように書くことができます。式中の反応実数について表すため、4式の両辺の対数を取ります。アルファが乗数であることを考慮に入れて、5式をロン S で微分します。6式は反応実数を求めるための式です。それでは6式を未解率面定式へ適用してみましょう。これにより7式を得ます。7式の分母、分子を Km で割り、8式のように変形します。ここで、ベータは単位のない無次元数であり、無次元基質濃度と呼ばれます。無次元数については別の章で詳しく話します。この値が1よりも非常に小さいときは、S が Km よりも十分に小さいことを表し、逆に1よりも非常に大きいときは、S が Km よりも十分に大きいことを意味します。ベータが1のときは、S と Km は等しくなります。この図は縦軸に反応実数 N を、横軸に無次元基質濃度ベータを取り、8式の N とベータの関係を示したものです。横軸は対数軸となっています。ベータが非常に小さいとき、N は1次、逆に非常に大きいとき、0次になることが分かります。そしてこれらの間のベータでは、 N は1次と0次の間の値を取ることが分かります。面白いのは、ベータイコール1のとき、 N イコール0.5となっています。すなわち未解率面定式の反応実数は、 S が Km に等しいとき、 N は0.5次になります。この事実は未解率面定式の特徴の一つとして数えていいでしょう。今回のお話はこれで終わりです。それでは次の動画まで。ごきげんよう。